はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第322回でございます。今回テーマがですね、自分が消えた後の世界という、ちょっと重そうですか、どうですか重たい話はどうなんだろうな、ちょっと感じ方によるかもしれないんですけど、まあ、そんな話をしていきます。で、まずその本編に入る前にですね、今日も動画投稿しましたけど、テスト勉強のポイントっていうシリーズをね、数学、英語、理科、社会、国語ということでね、上げさせてもらいました。たくさんの方にね、見ていただき、そして高評価をしていただいたりとか、コメントもね、たくさんありがとうございました。やってよかった、ドキドキだったけどねで、まあね、その動画もちょっと関係してるんですけど、このシリーズというかテスト勉強のポイントシリーズはですね、取った理由がいくつかありまして、まあ見ていただいた方は分かると思うんですけど、実はめちゃくちゃ基本的なことを喋ってます、はい、だから画期的な発見とかはあまりなかったと思うんですよね。もともとイメージが中学生、特に中学1年生ですね、中学入ったばっかり初めてのテスト勉強っていう方とかに役に立ったらいいなっていうところをこう考慮して喋っているので、まあ、高校生だったりした方は開いて聞いてみたけど、いや別に当たり前じゃねえなんていう方もね、まあ、いたと思うんです、まあ、意図的にそういうレベル設定で今回喋らせてもらったんですけど、で各動画の冒頭にですね、その先輩方、みんなのね、今までこういろんな試験とテスト勉強やってきたっていうその先輩方に、こういう勉強方法が良かったよとか、経験談とかね、逆にこういうのが良くなかったよみたいなのをちょっと書いてほしくって、そういうのをまあ振ったんですよ。で本当にね、たくさんの方がもう長文でさ、すごいしっかり書いてくださってる方も結構いて、もうそれ読んでて、あれ俺の本編より完全に中身あるなとかと思いながら見てましたけど、そういう風にさせてもらいました。で今回ね、自分は常々よく感じることなんですけど、うちのチャンネル、このとあるとこが授業をしてみたのチャンネルで、自分が一番の自慢だと思っているのが、そのユーザーのこの温かさの部分なんですね。例えば、まあ、今はね、受験直前とかではないですけど、まあ、受験がちょっと近くなってきた時に、その、まあ、鼓舞するというか励ますための動画とか撮るじゃないですか。そうするとコメント欄でやっぱり不安なことがね、コメントしてくるじゃないですか。もう不安で寝れないですとか、ね、そういうコメントに対して、私もそうだったんですとか、そういう話をしてくれたりとか、励ましのコメントをつけてくれたりとかっていうのがもう当たり前のように溢れてるんです。でそれって日常生活だったら普通だと思うんですよ、別にね、それで当たり前のことだと思うんですけど、でも YouTube のコメント欄で言うとなかなか見れないものだなと思っていて、自分はそういったみんながすごい好きなんです。みんな聞いてくれてるみんながね、すごい好きで、で今回その5分っていう縛りをつけて話したの、テスト勉強に関しては。だからもうブラーってもう喋り倒してて、しかも5分って縛っちゃったから詳しいことあんま言えないから、ほんと各教科の自分が思ってる、そのよく落とし穴にはまりやすいところ、でその後中学1年生とかがはまりやすいところに、まあ、スポットライトを当てて喋ったと。で、コメント欄にみんなからの経験談を話してもらうことによって、その動画の内容っていうか、そのなんていうかな、投稿したもの、コメント欄を1個の動画とのセットで考えるんであれば、みんなからのコメントをいただくことによって動画が成立するみたいなシリーズにしたかったんです。これを最初に喋っちゃうとちょっと違うなと思って、だから、日曜日にね、国語編ラストが上げて、でその夜にダラダラ上でこれを喋ろうみたいな流れで一応計画して、水曜スタートで始めたんですけど、でそれをね、みんながね、その思いを汲み取ってくれたかどうかは置いといてだけど、たくさんね書いてくれて、本当にみんなのコメントのおかげでこの動画がなんか一個成立したというか、一個なんか有益なものになったのかなっていうふうに思ってます。で今回ね、そのテーマの部分が自分が消えた後の世界っていうねテーマにしたんですけど、別に YouTube をすぐやめるとかも思ってない、すぐっていうか別にいずれ今のところやめる予定は全くないんだけど、そのやめるとかではないんだけど、やっぱりまあそこそこいい年なのもあってですね、これから自分の人生どうしようかなって考える時がすごく多いんです、最近。その中でやっぱりまあ生きるというか、生っていう部分、生死の生ね、生きる死ぬの生きるっていうのは、
いつ終わるかもわからないじゃないですか。不意に事故に遭って亡くなってしまうパターンもあるわけだし、でなんか自分がね、まあまあまだ人生長いとは思っているけれども、この人生でなんか何かいろんなものを残したい、形にして残したいとかと、まあいろいろ思いはたくさんブラーってあるんだけれども、なんかみんなのそのコメント欄とかを見ていた時に、このコミュニティが何かしらの形で残っていってほしいなってすごく思ってる。それは YouTube のコメント欄でっていうだけの話ではなくて、なんかまあ今はさ、この YouTube のチャンネルであればハイチの動画を見てくれているっていう共通点のもと集まってくださってる方だとはもちろん思うんだけれど、その何か悩みを持っている中高生とかの悩みに対して、そこに対して自然にアドバイスをしてくれたりとか励ましてくれるようなのが当たり前に広がっているコミュニティが、なんか何かしらの形ですごく残しておきたいって思ってる。だから今そういったものがなんか外に出せないかなって、 YouTube のコメント欄ではなくて、一つのサービスかわからないけど、なんかそういうのが残せたらいいなってすごく思っててね。話がさ行ったり来たりしちゃって申し訳ないんだけど、その自分はもともと YouTube というか無料で勉強できるコンテンツっていうのがあるんだよっていうのを日本に浸透させたい、それが大きな大きな目標だったのね。でもちろん最初はさ、いろんな人にバカにされた夢だったけれども、ちょっとさ今ちょっとだけど叶えそうな感じしねみんな聞いてどうって、割と浸透したじゃんそうで、ちょっと叶っちゃいそうな感じに今なってるので、自分はもともとね、その周りにバカにされるような無謀だと言われる夢を追っかけてる瞬間がすごいワクワクする人間で、1年目とかめちゃくちゃ辛かったけど、でもさワクワクはしてた。このね、その偽善者とかいろいろわーって言ってくる人間が、見てろよお前らとこれが俺が言ってることがこの日本でスタンダードになったらわっしょいだわみたいなって思って、それを原動力でやってきたんだけど、でその部分が今なくなってしまって、でどこにね、これからの人生自分が力を注ぐというか、まあ、時間も含めてね注ごうかなっていうのをすごく思ってて、でその一つとしてなんか学校のこととか、あとは家ね、家庭の親とのね関係とかで悩んでる子たちの居場所って言ったらちょっとおこがましいかもしれないけどさ、なんかそういうのが作れていけたらいいなって。でそれが自分が死んでしまった後、自分が消えてしまった後でも、その意思を継いで残っていて、まあ、誰かがね運営してくれて残っていけるようなものを作りたいなって最近すごく思っててね、まあ、思ってるだけでまだ何も始まってはいないんだけれど、って思ってる。やっぱり大学の時に自分は学生のね、学生の自殺者をゼロ人にするっていう目標を強く思っていたわけよ。でそれも人に話したらすごい笑われてたけど、もちろん分かってるよ、綺麗事だし、これに関してはゼロ人っていう、ゼロにするっていうのはまあまあまあ非常に厳しいとは思っているけれど、そういう子が一人でも減ったらいいなって思うね。だからさ、そういうコミュニティがもし外にできて、でそこでそれがあるからもう私人生ハッピーなんて、そんなもう期待じゃない、そこまではなれんよ、なれんけど、でももうちょっとだけ生きてみようかなっていう瞬間をその子たちに与えることができるんであれば、なんかやっぱそれは素敵だなって思ってて、そんなことを思っております。だからその今回ね、自分が消えた後の世界っていうのを書いたんだけど、自分がいなくなってしまってからもそういったなんか配置だからできるよねじゃなくって、俺が思ったこと考えたことっていうのを引き継いでくれて残っていけるような、それがしかも残っていくことによってそれに救われていく子どもたちがいるようなものが作りたいのかなって思って喋ったどうしよう、これ聞いてる今回完全に何か身になるものがない、みんなの同情からごめん自分語りで終わっちゃったけど、って思ってます。だからまあこれがね、刺さる子刺さらない子はいるだろうけれども、
やっぱり生きててほしい、死なないでほしいって思いはやっぱり譲れないし、みんながどんなに苦しんでてね、死んだ方が楽だと思ったとしてもやっぱりそこは変えらんないし、みんなには生きててほしいと思うからね。そうだからなんか、まあ、今苦しんでる子をすぐに何かできるわけではないけれど、将来、まあ、もっと先で言うんだったら、みんながもしかしたらママパパになった時に、ママパパになった時の自分の子供がそういった境遇になる可能性もあるわけよね。 そう、その子たちが、まあ何の先か分かんないけど、今よりは生きやすい世の中になったらいいな、そのなんか微力ながらなんか手助けというかができたらいいななんて思っておりますという話でございました。はい、ちょっと不安になってきちゃったけど、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。ではまた来週ね、何か喋っていきますので、よかったらまた来週もお付き合いください。では今週のダラダラジオはこれで終わりです。以上です。ありがとうございました。